今回は2022年シーズン終了後にメジャーへの挑戦を表明した藤浪晋太郎投手の生い立ちを紹介していきます。誰も知らない最強エピソードがたくさんあるので、ぜひ最後までご覧ください。1994年4月12日、大阪府堺市南区にて二人兄弟の長男として生まれました。父親は元高校球児で運動神経抜群で、身長はなんと185センチもあります。母は高校時代バレーボール部に所属しており、身長は162センチあります。藤浪投手の身長は両親の血を受け継いでるのかもしれません。藤浪は竹城台東小学校1年生の夏に野球を始めました。野球を始めたきっかけは、同級生の友達が地元の少年軟式野球チーム竹城台東少年野球クラブに入団し、その影響で僕も入りたいと言ったのがきっかけでした。当時から身長がとんでもなく高く、小学1年生の時にはすでに138センチもあり、小学6年生の時にはなんと180センチというとんでもないほどの高さだったのです。あまりの身長の高さからこんなエピソードもありました。マウンドに立つと高校生が投げているのではと周りから言われるほどでありました。また藤浪は低学年の頃は野球をチームスポーツということをあまり意識してプレーしていませんでしたが、高学年になると野球はチームスポーツだと野球の鉄則に気づき、みんなで協力して勝つということに気づいたので、キャプテンとしてチームをまとめようと頑張っていました。ちなみに当時応援していた球団は読売ジャイアンツであり、テレビでよく応援していました。宮山台中学校に進学し、大阪仙北ボーイズに所属します。主にピッチャーを務めており、なんと球速は最速142キロという驚異の数字を叩き出します。プロが出すような球速を中学時代にすでに出していたのです。3年生の時には AA 世界野球選手権大会の日本代表に選出され、世界大会に出場します。日の丸を背負った刺激により、これをきっかけに本格的にプロ野球選手になろうと思い始めました。中学校卒業時にはなんと身長が194センチもあり、この身長から投げ下ろす球はきっと普通ではなかったはずです。中学選手の中でズバ抜けて身長が高かったため、ダルビッシュのようだと人気がありました。しかし当時の藤浪は大きな体にコンプレックスがあったのか、体を少し丸めて投げていたそうです。また野球以外にこんな習い事もしていました。それは水泳と英語です。野球だけでなく水泳の実力もすごく、2歳から始めていた水泳は A6 検定1級を取得していました。ちなみに偶然ですが、小さい頃に水泳を教わっていた指導者は現読売ジャイアンツの小林誠司の母親でした。英語も小さい頃から英語教室で通っており、英検12級を取得しております。また当時の性格は人見知りであり、あまり目立ちたがり屋ではありませんでした。高校は皆さんのご存知の通り、大阪桐蔭高等学校へ進学します。藤浪は強豪の大阪桐蔭にもかかわらず、1年生から一気に活躍し始めます。1年生では夏からなんとベンチ入りを果たし、2年生の春にはエースとまでなりました。その際に1年後輩にあたる森友哉とバッテリーを組み、3年生の春の選抜では史上初の全5試合で150キロ以上を計測し、優勝に貢献しました。同年夏の甲子園では準決勝の明徳義塾戦を9回2安打無失点8奪三振、決勝の厚生学院戦では9回2安打無失点、決勝史上最多タイの14奪三振、決勝史上最速となる153キロを記録し、2日連続の2安打完投勝利で勝利し、史上7校目の春夏連覇を達成しました。甲子園での通算成績は76回を投げ、防御率 1.07、 90奪三振と驚異の成績を残します。その後も活躍した結果、中野のダルビッシュという異名まで付けられるようになりました。また藤浪は大阪桐蔭へ進学する際、持ち前の学力を生かし進学コースで受験しようとしていましたが、野球部に入るには体育芸能コースに入らないといけなかったため、やむを得ず変更しています。また2012年には春に大谷との直接対決もしています。大谷対策は至ってシンプルでした。西谷監督は一番いいボールのストレートを狙って潰していく、9回を投げるスタミナはまだない、球数を投げさせて後半勝負だという作戦でした。そして迎えた運命の一戦、2回に大谷の特大ソロが飛び出し先制される。その後も藤浪は特大を許し、5回を終えてスコアは0対2。しかし6回に打線が大谷を捉え、一気に3点を奪い逆転。7回にも4番打者のダメ押しツーランが飛び出し試合を決めた。大谷は11奪三振を奪うも11四死球と制球を乱し、9回途中で降板。一方藤浪は12安打を許しながらも12奪三振2四球とというピッチングを見せた。
結果的に9対2の圧勝でした。西谷監督の作戦通りに試合が進み、運命の一戦を白星で終えました。また藤波が甲子園に出場したいと思い始めたのは子供の頃であり、高校を選ぶ際も甲子園に出られる学校がいいと思い大阪桐蔭を選びました。そして2012年のドラフト会議では阪神、オリックス、ヤクルト、ロッテの4球団から一巡指名を受け、抽選の結果阪神タイガースが交渉権を獲得しました。プロ1年目の2013年は3月31日のヤクルト戦でプロ初登板を果たし、6回は3安打2失点と好投したが、打線の援護がなく敗戦投手となった。4月14日の横浜戦で6回は被安打5、4奪三振で無失点に抑え、プロ初勝利を挙げた。5月26日の日ハム戦では高校3年生の選抜以来となる大谷翔平とのプロ初対決が実現します。大谷から2安打打たれるも7回を投げ6安打1失点2三振と好投し、7対1で阪神が大勝しました。そして1年目から10勝を挙げ、セリーグで高卒新人がシーズン10勝を挙げたのは1967年の平松豊以来46年ぶり5人目であった。2014年は4月15日の広島戦で九里から右中間へプロ初本塁打を記録し、7回を2失点に抑えシーズン初勝利をします。2015年は高卒1年目から3年連続の2桁勝利を記録し、これは2001年の松坂以来史上9人目となる快挙を成し遂げた。2016年は7月8日の広島戦で立ち上がりに四死球を絡めて失神し、そのまま崩れてしまうという投球を数試合続けていた藤浪に161球を投げさせるという金本監督による采配が批判された。2017年は第4回 WBC 日本代表に選出され、1次ラウンドの中国戦で WBC 初登板を果たした。2018年は制球団が定まらず不安定な投球が続いた結果、1軍と2軍を行き来する時期があった。2019年はプロ入り後初めての開幕を2軍で迎え、大半を2軍で過ごした。この年はプロ入り後初めて1軍未勝利に終わってしまった。2020年は主に中継ぎとして12試合に登板し、13回7被安打3失点0四死球、防御率 2.08 とし、プロ初ホールドも記録した。2021年は自身初の開幕投手に指名され、3月26日のヤクルト戦にて先発、5回103球5四球2失点と勝利投手の権利を持ったまま降板したが、勝ち星はつかなかった。4月16日のヤクルト戦では藤浪の打った2点本塁打のみでチームは勝利した。投手が打った本塁打の得点だけでチームが勝利したのは1973年8月30日の江夏豊以来48年ぶりであり、藤浪にとっても甲子園で打った初めての本塁打となった。2022年は開幕投手を務める予定であった青柳がコロナに感染し、結果的に藤浪が2年連続となる開幕投手の大役を任された。そしてシーズン終了後の10月17日、ポスティングシステムを利用したメジャー挑戦が発表された。世界最高峰のところで勝負したい、容認してくださった球団に感謝したいと話している。しかしメジャー挑戦について懐疑的な声は少なくない。最後に戦力として活躍した年は2017年であり、ここ数年は目立った活躍はしていない。世界最高峰で勝負以前の問題である。しかし米球団は違った考えを持っている。デイビス氏は高卒1年目から3年連続2桁勝利をマークしたように、ポテンシャルは高く評価されていると評価し、レイズ、ドジャース、アストロズ、レッドソックス、ジャイアンツなどの競合はそんな藤浪の素質を開花させられる自信を持っている。彼らに共通しているのはデータや統計学に基づいたレイズやドジャース出身のフロントが編成責任者を務めていることです。例えばドジャースは投手に21人以上の打者と対戦させず、レイズはオープナーを定着させた。日本だとピッチング内容が悪いとすぐにフォーム改善だとなりがちだが、メジャーでは心理学者やカウンセラーの指導を仰ぐケースはあってもフォームにメスを入れることはありえないと語っている。またアメリカで頭部指揮をしてしまえば乱闘が高確率で起こるが、その心配はいらないという。近年のメジャーは以前より投手の役割が細分化されており、先発イコール長いイニングとは決まっていない。上記の球団はデータも豊富なので、制球が不安定になるなど危険なシグナルがあればすぐにリリーフを投入しますよとデイビス氏は語っている。メジャーでどのような活躍を見せるのか今後に注目です。今回の動画は以上になります。高評価とチャンネル登録してくれると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。